5から3 0ヘルツの帯域を網羅する20メートルの T2FD アンテナ T2FD は無線通信用アンテナの一種である。主に超波から短波の送信用に用いられる。名前はターミネーテッド、ティルテッド、ホールデッドダイポールの頭文字を取ったもの。構造は折り返しダイポールアンテナのエレメントの中間に終端抵抗を設けたものである。通常、 集端抵抗は給電線のインピーダンスよりも高い抵抗値が用いられるため、給電部にインピーダンス変換器を設ける。例えば50オームの同軸ケーブルで給電する場合、1、9の変換比を持つインピーダンス変換器を通して給電し、集端抵抗を450オームとする。ダイポールアンテナなど多くのアンテナは、定常波を冷気させることによって動作するため、 アンテナの長さ等で決まる固有の周波数に近い周波数でのみ動作する。しかし T2FD は定常波が生じない場合は進行波の成分を集端抵抗でジュール熱として消費するため波長がエレメントの全長よりも長い任意の周波数で送信が可能である。ただし熱損失があるため効率は非常に悪くまた受信も可能であるが出力は小さい。 ありがとうございます。